アンナちゃん、アンナ、アンナちゃんおいで。その胸につけているネックレスは誰の？そう、ママのだよね。綺麗、ありがとう、ママもそれとってもお気に入りなの。でも今のアンナちゃんにはまだ早い。うん、アンナちゃんは可愛いわ。この世で最も美しい女の子よ。でも今のアンナちゃんはフレッシュなフルーツ、わかる？今はそのままのアンナちゃんが一番美味しくて素敵なの。ママはそうね、ネクストステージに移行したから、いろんなブランデーであったり、いろんな調味料であったり、そういうものをまとってさらに美味しくなる、そのステージに移行したの。だからそのネックレスは元にあった場所に返してきて。ありがとう。わかったわかったわかった。じゃあアンナちゃんのために、今のアンナちゃんに似合うネックレス今度買ってあげる。はいはい、仰せのままに、アンナ姫。あ、そう、ヘニー、そんな芸できるようになったの？とっても利口なワンちゃん。ヘニーと遊んでおいで。あら、達夫さんは土曜の朝からお仕事かな。ごめんごめん、ちょっと読んでおかなきゃいけない資料があってさ。それって私と話すより重要なこと？おやおや、うちの女王様がお怒りだ。プッ、ごめんごめん。ひろか、ん、次の夏休みはどこ行く？そうな、どこに行ったって3人だったら楽しいんだけど。あ、もちろんヘニーもね。パリス、ハワイ、カナダ、イタリー。まあアンナはカナダ行きたがってるか。アンナもカナダ好きだもんね。カナダに行かなきゃいけないってなって、私とっても緊張したんだけど、アンナは堂々としてたよね。あの子、環境にすぐ柔軟に対応できるっていうか、とっても素敵な子。ヒロカに似たんだな。私に似ちゃ困るよ。うん、だって私に似ちゃったら飛行機で働いてる時にナンパされたそのまま結婚しちゃうでしょ。弱ったな。ん？ああ、そのクッキーいいよ、食べて。会社でもらったやつ。どうした？女の人にもらったの？まあ女の子ではあるかもしれないけど。ふーん、さ、もしかして焼き餅焼いてくれてんの？私にそんな口を叩くなんて100万年早くってよ。またまた女王様がお怒りだ。どうしたらご機嫌になってくれますか？女王様は3人でのピクニックを望んでいます。お安いご用で。もちろんヘニーも楽しめる場所ね。そしたら芦ノ湖の方まで行ってみようか。あ、いいね。うん、でもあなた仕事いいの？まあなんとかする。アンナは本当に可愛くて素敵な子。学校でもね、モテモテで、今年に入って5人に告白されたんだって。そりゃそうだろ、ヒロカにそっくりだしね。達夫さんにもそっくり。特別な子。スペシャル。プレシャス。I love you. 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 もちろんハニーも。I love you. ヘニー。ヘニー。